JR 中央線武蔵小金井駅南口伊東洋華堂3階のメガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。本日も、エフェクターのディストーションからコニャクをかけております。さて今回は、あさって3月9日、部分日食を、観察することができます。その部分日食に際しまして、最適なグッズをご紹介してみたいと思います。いよいよ、明後日3月9日、日本でも部分日食が起こります。それに際しまして最適なこちらの、ビクセンの日食グラスをご紹介したいと思います。日食が始まりますのが一応、10時12分そして最大になりますのが11時8分で終わりが12時5分となっております。こちらのビクセンの日食グラスをお使いいただければ、日食を直接目で見ることができます。明後日の、部分日食にはこちらのビクセンの日食グラスぜひお使いいただいて、観察していただきたいと思います。こちらが、明後日の部分日食にぜひ、ご利用いただきたいビクセンの、日食グラスになります。日食グラスは目に有害な光を、極めて高いレベルで、カットすることができる、ビクセンで開発した、高品位遮光プレートソーラープロテックを使用しております。また眼科専門医からの医学的アドバイスを受け、遮光性能から本体形状まで様々な面で太陽観察における安全性に配慮している商品でございます。こちらの日食グラスをぜひお使いいただいて、快適な観察を、していただきたいと思います。